ビル・ヒックス・ウィリアム・メルビン・ビル・ヒックスは、米国のスタンダップコメディアン。毒の強いシニカルな芸風で知られる。若いうちは、リチャード・プライヤーや、ウディアレンの影響を受けた。ヒックスは、自らのスタイルを、下ネタのあるチョムスキーと形容している。酒とタバコをこよなく愛し、晩年には水眼を患らいつつも、精力的に、芸能活動をこなした。32歳没。 ビル・ヒックスは、ジョージア州バルドスタンに生まれた。ビルが7歳の時一家は、テキサス州ヒューストンに移住した。ヒックスは、南部バプテストの経験な家庭に育ち、彼は、日曜学校に通う他の子供たちの中で、コメディアンとしての自分に目覚めたという。17歳の時、ヒューストンの高校に通いながら、コメディアンとしての仕事を開始する。 高校を卒業した1980年にヒックスはカリフォルニア州ロサンゼルスに移りハリウッドのコメディストアでパフォーマンスを始めるがほどなくしてテキサスに戻る間もなく彼は薬物に溺れるようになり偽善的な価値観やアメリカンドリームといったものを攻撃する芸風を確立し始めたこの時演技に腹を立てた元軍人に暴行され足とあばら骨を折られている 80年代後半には人気が高まり、ヒックスはニューヨークに移った。この頃から年間300近いセッションをこなすようになるが、薬物の常用ために健康状態は悪くなっていた。1993年、オーストラリアのツアー中に脇腹の痛みを訴え、水岩と診断される。なお、同年10月には彼が収録した、レートショーをウィズ。 デイビッド・レターマンのためのコントが丸ごと削除されるという、米国のコメディ史上初の事件が起きた。1994年1月、ニューヨークで最後のセッションを演じた後、ヒックスは、両親の住むアーカンソー州、リトルロックに戻った。彼はそこで、友人たちを呼び、別れを言うことができたという。1994年2月26日の夜、 ヒックスは両親に見守られながら永民した。ヒックスの多くの演技はショッキングかつ遠征的なものであり、彼は伝統的な価値観や妊娠中絶、ドラッグ、ホロコーストなどについて物議を醸すコメントを多く残している。例えばドラッグについて、彼は偉大な音楽はすべてドラッグのおかげで生まれた。だから、ドラッグに反対する人々は今すぐ自分の持っている。 CD を燃やすべきであると発言した。またホロコーストについては、1989年のシカゴ公演でヒトラーの考えていることは正しかったが、やり方が不十分だったと発言している。この発言は後に反ユダヤ的であると非難されるが、彼のこの発言はユダヤ人だけでなく人類すべてを甘ねく虐殺すべきだという意味であった。 ヒックスはその後も繰り返しヒューマニズムに対する嫌悪を表明している。なお、彼の死後もその影響は大きく2005年に行われたザコメディアン、エスコメディアンの投票でヒックスは歴史上最も偉大なコメディアン20人の中に選ばれている。なお、彼は生前テキサスの動物を深く愛しており特にアライグマとオオカミイーヌがお気に入りだった。彼は 人間よりも、動物の方がいいとよく語っていたという。その意志を継いで、テキサスでは、彼の死後に、ビル・ヒックス野生動物保護財団が設立されている。シャガートカレン、ビル・ヒックス、チョムスキー・ウィズ・ディック・ジョークス。コロンビア・ユニバーシティ・グラデュエート・スクール・オブ・ジャーナリズム、2006年3月3日、閲覧。ザ・ビル・ヒックス・ファンデーション・オブ・ワイルド・ライフ・リハビリテーション。 2008年9月5日閲覧。ありがとうございます。